皆さんこんにちは文化のダイナミズム A 戦争を歩く戦争を記憶する第6回も担当片山です今日のテーマは対面鉄道と長瀬隆太平洋戦争期の日台関係とたった一人の戦後処理ですよろしくお願いします今日はまず最初に動画を見ていただきたいと思います ムードル上にリンクを貼っている大学生が見た対面鉄道の歴史これは2017年8月に私と国際文化学部の2人の学生さんで対面鉄道を訪れた時のショートドキュメンタリーです KBS 瀬戸内海放放送送の番組としててされています。 さて皆さん動画はどうだったでしょうか対面鉄道というもののまああらまし大方のところが分かったのではないかと思います実はこの対面鉄道というのは高等学校の日本史の教科書をいろいろ調べましたけども山川出版社の小説日本史という教科書にのみわずか1行だけ出てきます その他の出版社の日本史の教科書には全く出てきませんので、えー、なかなかあの真実を知る機会は私たちはないわけです。でこのスライドは東京にあります靖国神社の博物館優秀館というところの対面鉄道の説明です、えー。ゆっくりこのキャプションを読んでいただくといいんですけども、えーまあ、ポイントを言うと 日本軍による連合軍捕虜や東南アジア人労務者たちへの過酷な仕打ちや多くの犠牲者を出したことについては全く触れられていないということです。とい、まあこ言い方を変えますと日本に都合の悪いことは書かずにえ都合が悪くないことだけを書いて説明している。でこういうふうに博物博物館とかあ の展示というのは、えー、よく考えて、えー、それを見たり鑑賞したりしないと非常にこう政治性政治的なプロパガンダを含んでいることがあって、えー、危うい私たちが間違って理解をしてしまうそういう危うさがあるということに気づかせてくれますはいでは対面鉄道というのはあ先ほどの動画で皆さんもだいぶ理解してきたと思いますけども ここに書いているように正式名称を対面連接鉄道と言います対面のタイはタイ面はビルマ今のミャンマーです第二次世界大戦中に日本軍がタイのノーンプラドゥックからビルマのタンビュザヤまでこれを結ぶために強硬に敷設した鉄道で全長4 1 5キロ1 4カ国アジア各国 ヨーロッパオセアニアアメリカなどの30万人を超える人々を強制動員して作った鉄道です欧米人の捕虜戦争捕虜約6万2千人それからアジア人労務者20数万人を労働に駆り立てて過酷な労働させて作り多くの犠牲を出しましたそのことから 枕木一一つに人一人枕木というのはあの鉄道の線路のレールの横にずっと渡っている木ですねそれからレール一本に人一人というふうに言われるようにたくさんの命が失われましたそしてデス・レイルウェイ死の鉄道として国際的避難を浴びてきました1942年6月28日に建設工事が開始され 翌年10月25日約1年4か月という非常に短い期間で、えー、鉄道が完成します、えー、左の地図を見てください、えー、タイランドと書いてある、えー、D のところの少し南の,のところに、えー、ちょっと小さくて見えませんがノーンプラドゥックというところがあります、えー、タイのバンコクから少し西に行ったところですそこを起点に ずっと斜め左上に遡っていってビルマのタンビュザヤというところまで付設された鉄道です右上の写真はその中でも今最も有名になっているタイのカンチャナブリという町のクワイ川鉄橋というまあ、鉄道の一部ですそして右下の図は現在もタイ国鉄によって運営されている 対面鉄道の車内私はこれに毎年乗っていてゼミの学生たちと一緒にも毎年ゼミ旅行で来ていますけれども、まあ、非常にこう有名な観光地の一つになっていますこの写真は先ほど皆さんたちに見ていただいた動画に出てきた国際文化学部の先輩たち 左の写真はアルヒル山道橋という木の橋木の木橋ですねこの先輩たちの向こう側が木橋になっていて非常に狭いところを一両の列車が通るようになっていますそれから右側はヘルファイアパス地獄の豪華の道と呼ばれているところでこの鉄道建設において連合軍の捕虜や アジア人労務者に最も多くの犠牲者が出た場所として知られています地獄の豪華の道というのは建設に従事している人たちから見てそのその近くで掛か,かれているかがわりが地獄の豪華のように見えたことからこういうふうに命名されていますさてこの鉄道建設の背景についておさらいをしておきましょう前回の授業でもお話ししましたことですが 1941年12月8日、日本軍はタイの、タイ政府の許可の得ないまま強制上陸をします。しかしその1日後、タイのピ・ブーン・ソン・クラム首相は日本軍の大量通貨を、大量内の通貨を認めます。その後、日台公主同盟条約、 日台共同作戦に関する協定を結び1941年1月にタイはエイ・ベイに戦布告をして日本側について戦争中を戦うことになるわけですただここであの知っておかなければいけないことは当時タイの人たち全員が日本に協力をしたいと思っていたわけではなくて タイの中でも、まあ、国論を二分するような状態になってましたでそれが公日自由体運動というものですでこれはあー、まあ、ヨーロッパに留学をした経験のある、まあ、政治家や官僚たちが実は日本に着くよりも連合軍に着いた方がいいというふうに考えて、えーまあ、表向きは日本に協力をしているけれども実は 地下組織を作って日本に反対をする連合軍に通じるような動きを見せていたんです、ね、こういう状態から当時のタイは表向きは日本に協力しかしそうではない人たちもたくさんいたということですそういう複雑な事情があったことを皆さん知っておいてください。 はい、これも実は先週お話したことの続きになりますけれどもシンガポールを占領した後しばらくは日本軍は破竹の勢いで領土を拡張していきます勢力範囲を拡張していきますが1942年6月シンガポール占領から4か月後のミッドウェー海戦これはハワイの少し西北西にある島々ですけども ここでアメリカ軍と全面衝突ををしして大敗北を喫しますでその後ガダルカナルでの戦いこれはまあニューギニア島の近くですけどもそこで半年間ぐらい戦うんですが結局翌年2月に撤退を余儀なくされそれからそのおの5月にはアッツ島というアリューシャン列島にある島の日本軍の守備隊数千名が玉砕つまり全滅する。 といいううふうにどどどどん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 戦況が悪化していきます、えー、こうやって日本軍の初めての大敗北で政海圏が掌握できなくなる危うさにシンガポールを経由してインド洋のアンダマン海を通過して輸送していたビルマへの補給路が、えー、非常にこう厳しくなるのでこれに代わるルートとして陸路をつなぐ鉄道が,鉄道が必要になってきた。 まあこうして対面鉄道の建設が始まるわけですこれはシンガポール陥落を伝える当時の朝日新聞で非常に勇ましい見出しが打ってあります敵軍我が軍門に下るついに無条件で屈服すね。しかしこういうあの大勝利の後には必ず落とし穴があってその後の戦況の悪化引いては日本軍の 日本の敗戦に至るということをしっかり捉えておかなけければいけませんこれもミッドウェー海戦を伝える当時の朝日新聞ですけどもこれも勇ましいですねミッドウェー沖に大海戦アリューシャン列島猛攻陸軍部隊も協力要所を奪取米空母2隻エンタープライズホーネット撃沈我が2空母1巡洋艦に損害 太平洋の戦局この戦こ一に決すとこれだけを見ると日本は非常にすごい戦いをしていて何も知らない一般の国民は沸き立つわけですしかし実はこの新聞は嘘にままみれていました。実は米空母2隻撃沈米空母があの損傷したのはあるんですけども実は日本も 空母4隻を失うと,、えー、空母というのは、えー、そこから非常にこう広い飛行機が離発着できる、えー、あの場所を備えているんですけども、まあ、空母を撃沈されるとそこから戦闘機を離発着できなくなりますので制海圏つまりあるいは制空圏つまり海と空を制することができなくなる。えー、しかし、まあ、当時の朝日新聞は、えーまあ、大本営という,うまあ 政府軍部のトップの発表をそのまま言葉悪いですけども垂れ流したという意味で非常に怖い新聞の怖さがあります私たちは今新聞を読む時あるいは情報を聞く時もこういうことを常に考えておかなければいけないと思います対面鉄道というのは1942年の 6月から工事が開始されますが建設プランが生まれたのは前年の10月10日つまり開戦の前からでした翌年の3月シンガポールの戦いの翌月ですね日本軍は鉄道隊はそのタイ側に建設を打診をしますそして タイとの建設の交渉が行われて9月にタイと建設協定が締結されますしかすしでにもこの時建設は始められていますでこの建設には <laughs> 湘南島すなわちシンガポールで捕虜になった12万人のイギリスインド軍の捕虜やオーストラリア軍捕虜たちの一部が建設労働者として 借、えー、り出されますまあその他オランダ兵の捕虜アメリカ兵の捕虜を含めて約6万人の連合軍捕虜がそして現地のタイ人労務者あるいはその他の東南アジア人労務者が、えー、20数万人集められて建設が行われるわけです、えー、実は東南アジアには労務者という言葉が残っています、えー、まあ労務者はあの言うまでもなく日本語ですけども この労務者という言葉が残っているくらいたくさんの人たちが集められてこの鉄道建設に従事をしたことを物語っています。でタイというのは日本のように春夏秋冬があるわけではなくて基本的に雨季と乾季これに夏が挟まりますけれども1943年は4月から雨季に入り鉄道建設は過酷困難を極めます。 その上、食料は不足し、栄養失調になる捕虜たちや労務者が相次ぎ、まあ、同時に熱帯特有のマラリア、セキュリこれらなどの伝染病が蔓延し、非常に多くの傷病者や死者を出すことになります。え特に連合軍捕虜もそうですけれども、東南アジアの労務者たちに死亡率が高くて、マラヤつまり現在のマレーシア出身の労務者の 38%が、そしてジャワ、すなわち今のインドネシア人たちの45%がなくなっています連合軍捕虜に関しても、6万2千人の捕虜たちのうち約20%ですから、1万2千名余りがなくなっているということになりますで、こういった過酷な犠牲を出しながら、労働を強いて犠牲を出しながら 1943年10月に対面鉄道は完成しますまあその後、連合軍による鉄道への爆撃、空襲が何度も繰り返されて壊されては橋を作り直し、壊されては作り直しという状況が続いていきますこれはレールを枕木に取り付けるオーストラリア人とイギリス人の捕虜たちの様子です 当時の建設の様子です。先ほどもちょっと言いましたけども、鉄道建設にわたあの携わった労働者と犠牲者、このクリフォード・キンウィックという人の本を読むと、まあ、こういうふうに、欧米人捕虜が6万2千人、このうち1万3千人が死亡、アジア人労務者の人数は不明だけども、 推定27万人が関わっておりうち9万人が死亡という実に10万人を超える人が亡くなっていることがわかりますこのれは左の写真が当時建設労働にをさせられていた連合軍捕虜たちの捕虜収容所の様子そして右が当時タイに駐留していた日本軍の兵士 まあ、日本軍の兵隊さんの顔を見てもわかるように、非常にあどけなさが残る。のがわかると思いますけれども。受講生の皆さんと、さほど年齢の変わらない人たちが。こういう戦争に駆り出されていました。この写真は、左が、え、選択をする捕虜。の人たち。右が、まあ、商用を足す捕虜の人たちの写真です。これは、タイのカンチャナブリにあります。ジェス、戦争博物館。 というところに展示されていた写真の中の2枚です J はジャパン、E はイングランド、A はアメリカとオーストラリア T はタイランド、H はホランドこの戦争に関わった、そして対面鉄道にま関係した国の頭文字を取った博物館の名前になっています さてどうして当時の日本軍は鉄道建設に捕虜たちを使って過酷な労働をしたんでしょうか実はここには当時の先人軍というものと世界標準であったジュネーブ条約における捕虜の取り扱いが正反対だったことが起因しています。 先進軍というのは1941年1月まだ太平洋戦争が開戦される前に当時の東條英機陸軍大臣による日本軍全軍への視察で生きて旅襲の恥ずかしめを受けず不良の扱い取り扱い容領では不良はできないというふうに戦争によって捕まった場合 生き延びて恥ずかしい思いをするよりも、まあ、死を選びますあるいは捕虜はそういう恥ずかしい存在だから敵であり、まあ、乱暴に残酷に残虐に扱っても構わない、まあ、そういうことを、まあ、述べたものです。これに対して、まあ、ジュネーブ条約では 実はこれ日本は調印したけど批准をしていないんですけども博愛主義人道主義生きるための人権擁護を掲げていて捕虜たちは人道的に扱わなければならないとしていますつまり当時の日本軍の捕虜への扱い方と世界標準の捕虜への対応の仕方というのは全く逆だったこれが対面鉄道建設において 連合軍捕虜に非常にひどい扱いをして世界中から避難を浴びることになった原因の一つですさてそういった日本軍にあって当時日本陸軍の通訳として対面鉄道建設に従事していた一人の軍人さんがいます永瀬隆さんという方です。 岡山県倉敷市に生まれた永瀬さんは青山学院の英語科を卒業して英語通訳として1941年12月陸軍省に入省、翌年タイに赴任して対面鉄道建設の通訳に従事します、まあ、通訳ですから直接捕虜の人たちに激しい仕打ちをするということはなかったんですけども まあ上官自分の上司の命令を通訳をして捕虜に伝える捕虜の英語を上官に伝えるという仕事をしていましたしかし戦争が終わって英語はできますから戦後イギリス軍の墓地捜索隊この対面鉄道建設で亡くなったイギリスの兵士たちの遺骨を集める。 墓地捜索隊に加わることを要請されて通訳として働きます写真の左がその戦争に従軍していた頃の永瀬隆さん右がその後戦後非常にこう対面テストで亡くなった人たちのためにたくさんの貢献をされる方ですけどもその新聞に載った永瀬さんとさっき紹介しました ジェス戦争博物館のすぐそばに立つ永瀬隆さんの銅像です実はこの対面鉄道のに関わる歴史に関しては元連合軍の兵士たちによる捕虜体験の出版は非常にたくさんありますイギリスだけで300冊以上が出版をされているといいますしかし 元日本兵による体験の証言や出版はほとんどなくてアアジア人労務者に関しててはほほととんんどど全くと言っているほどありません、まあ、こうして私たちはあまりこの対面鉄道建設に関することに関して詳しくないわけですけどもじゃあどうして永瀬隆さんは戦後この鉄道建設で犠牲になった人たちを償うことを始めようと思ったか。 というとう点あります一つは当時の連合軍捕虜たちやアジア人労務者への食材の気持ち罪を償いたいという気持ちもう一つは日本軍が負けてタイから引き上げる時にタイに残っていた日本兵全員にタイ政府は半合いっぱいの米と半合の蓋1皿一、まあ、杯の砂糖を支給して くれましたそういったタイ政府への恩返しもあって1964年これは海外旅行が自由化されて一般の国民が日本国民が自由に海外に行けるようになった年ですけども1964年から毎年タイを訪問し対面鉄道建設で死亡した連合軍兵士およびアジア人労務者を慰霊するということをされます。さらに年に年は タイのカンチャナブリでクワイ川平和寺院という仏教寺院を建立してクワイ川基金を平和基金を創設します1960年以降亡くなる2011年までの間になんと135回もタイを訪問して、えーまあ、犠牲者の慰霊それから戦った連合軍兵士たちとの和解交渉そして タイへの恩返しを繰り返していかれるわけです連合軍兵士との和解ということで象徴的なのはこの永瀬さんとイギリス人の当時の戦争捕虜ロマークスさんとの和解です戦争当時通信兵だったイギリス人ロマークス氏は捕虜収容所で戦況を知るための通信用ラジオを組み立てようとして日本兵に見つかり ひどい拷問を受けましたその時通訳をしていたのが長瀬さんでしたえ当初長瀬さんを恨んでいたロマークス氏でしたがえ後に <laughs> お互いに和解して長瀬氏の食材の思いに感じ入り無二の親友となりますそのロマークス氏と長瀬氏 <laughs> を中心に、えー、作った映画がこの、えっと、オーストラリア イギリスの合作映画レイルウェイ運命の旅路です主人公はロマークス氏とその奥さんですけれどもその中に真田博之さんが永瀬隆として登場しますこの映画はとても面白いそして勉強になる映画なので皆さんもぜひ見ていただきたいと思います永瀬隆さんは2011年に えー、93歳でお亡くなりになりますけれどもこの永瀬隆さんの後半生を後の半生をずっと追っかけていた方がいますその人は三田康弘さんという KBS ですね KBS の瀬戸内海放送の記者さん、まあ、今チーフプロデューサーですでその追っかけていたのを編集して 一つのドキュメンタリー映画を作られましたクワイ川に虹をかけた男元陸軍通訳長瀬隆の戦後というものです2時間に及ぶこの映画は涙涙涙でまなしでは見られないすごいドキュメンタリー作品ですこの三田さんとは私も非常に親しくしていますけれどもまその関係から 皆さんに最初に見ていただいたショートドキュメンタリー大学生が見た対面鉄道の歴史を撮るということになり三田さんからの依頼があって私と2人の国際文化学の学生が対面鉄道に行って学ぶ様子をドキュメンタリーにしていただいたわけです。で三田氏は桑井川平和基金永瀬さんの遺志を受け継いで毎年タイの子どもたちへの 奨学金授与を行っておられます。これが2017年8月に私と学生2人が訪れた時に出席した久合川平和基金金の奨学金授与式です左の写真の奨学金を子どもにあげている方が三田さんです。 さて、先ほどイギリス人の元捕虜ローマークス氏と日本軍の通訳永瀬さんが和解をしたということを紹介しましたがじゃあ真の和解は成立するのでしょうか。実はそう簡単ではないことが感じさせる出来事に出会いました。対面鉄道のにに、関する博物館のところに ある一つの言葉が刻まれていました Forgive, but not forget これは許そう、しかし忘れまいの文字ですまあ、許そう、許してあげる、でも決して忘れない決して忘れないということはあなた方が私たち捕虜に対してやったことは永遠に記憶に留めるということを意味します 本当に許されている気はしませんよねまあこういったことから戦後もう75年経ちますけれども戦跡を歩いて博物館を訪ね戦争体験も,もない私たちですけれども戦争の記憶をつなぎ、えー、紡ぎ伝えていくという試みが非常に大切であることがわかるかと思いますえ実は2017年から、えー、戦争をフィールドワークする というプログラムを国際文化学部で始めていますがそれは戦争体験内ない我々がこの戦争というのが風化していく中でいかにその記憶をつなぎその場を歩いて自分で見て聞いて考えて感じてということが大事かということを知るためのプログラムです実は今年はコロナウイルスの感染拡大によって このプログラムは実施されかどうかまだ危ぶまれていますが2年次生以上はこのプログラムに参加できます大学から多少の補助金も支給されますのでもし関心のある人はプログラムへの参加を考えてくださいこのプログラムでは私たちはカンチャナブリというところにある様々な博物館を訪ねました ここに書いてある通りですが急いで紹介をしたいと思いますこれがジェス戦争博物館写真の左端ちょっとわかりにくいですけども長瀬さんの銅像が見えますこれが対面鉄道博物館よく見るとデスレイルウェイミュージアンアンドリサーチセンターとあります市の鉄道博物館という名前の博物館です オーストラリア人の館長さんが作った博物館ですけども右下の写真に見られるように非常にリアリティのある展示がなされています。これは当時犠牲になった1万3,000人のうち6,982人の連合軍捕虜たちが眠る連合軍共同墓地です大きくイギリスオーストラリアオランダの区画に分かれています。 実は左の写真を見ると人が2人写ってますが手前が三田康弘さん KBS 瀬戸内海放送でその向こうにいるのが実はイギリス人の青年ですでイギリス人の青年がひざまずいてあるお墓の前で、えー、祈りをしていましたので、えー、と三田さんが近づいて行ってインタビューをしているところです、えー、これは、 最初に見てもらった動画にも出てきましたように自分のおじいさんがこの対面鉄道建設に従軍していたという方です。で右下がその、まあ、一人一人の兵士のお墓なんですけどもここには所属部隊と名前と亡くなった時の年齢さらに、まあ、家,族の家族からの一言が添えてあるようなものもあって。 最初に見てもらった動画の中で、えー、皆さんたちの先輩の一人が言ってましたように、ま、これを一つ一つ見ていくことによって連合軍捕虜といったそのいわゆる集団ではなくて私たち一人一人がこの一人一人の捕虜たちに向き合うことができる、ま、そのことによってやっぱり感じることがいろいろあるわけです。えー、私がこのカンチャナブリーというところを初めて訪れたのは 1987年ですから今から33年前のことになります当時非常に衝撃をこの博物館を回って受けました日本軍が行った残虐な行為がこれでもかこれでもかという形で展示をされていて当時ジェス戦争博物館にいたのは日本人は私だけで 他みんなヨーロッパ人、欧米人の方たちでした。で、同じ展示を見ているんですけれども、彼らが見る展示のま見方と言いますか、感じ方と、私の感じ方では全く違うと思います。だんだんその場にいることが苦しくなっていきました。ある時、この博物館にやはり訪れて出てきた時に、これは2003年のことですけれども、 多分私がものすごくひどい顔をしていいたんだと思いますこれをを私の顔を見たその博物館の前でお土産物を売っていたあるタイ人の方、まあ、W さんとしておきますがこの方が私に声をかけてくれました「どうしたんですか?」って聞くとで私はちょっと展示を見て非常に悲しくなったという話をしてたんだこの博物館には 日本兵の残虐な行為に関するものばかりありますけどみんながみんな悪い兵隊さんだったわけではないんです優しくて親切な人たちもいましたえ少なくとも私はそういう日本兵を知っていますというふうにおっしゃいました、えー、このタイ人のおばあちゃんの言葉は私に少しの救いをもたらしてくれましたでも優しい人間を狂気に借りてる戦争の愚かさ で歴史に学ぶことの大切さ、歴史に学ばないことの愚かさというのを同時に感じました。KBS と内海放送の三田康弘さんは「くわい川に二丈を受けた男」という本も書かれています。三田さんが作られた、えー、まあロングドキュメンタリー二時間に及ぶ長編のドキュメンタリーはこの本をもとに書かれています、えー。この本も大変おすすめの本ですので。 皆さんんににぜひ読んでいいいたただきたいと思いまます。す。最後に一つ訂正があります先ほど「forgive but not forget」という「許そう」「しかし忘れまい」という言葉がについて紹介しましたがスライドの中では対面鉄道博物館の前にあるというふうに出てきますが正式には正しくは「 ジェス戦争博物館の前でした訂正しますのでよろしくお願いしますそれでは文化のダイナミズムへ戦争を歩く記憶するの、えー、授業6回目の授業これで終わりますまた皆さんと別の授業でお目にかかることを楽しみにしていますさようなら